皆さん、こんにちは。経済学部長の森口です。本日は経済学部のオープンキャンパスを視聴していただきありがとうございます。皆さんは経済学部はどんなところなのか、そしてどんなことが学べるのか、興味を持って見てくれていると思いますので、限られた時間ではありますが、これから経済学部についてご紹介していきたいと思います。富山大学経済学部は1924年に設置された官立高岡高等商業学校をそのルーツとしており、2024年には100周年という大きな節目を迎えます。この100年の間に幾多の変遷を経ながら、現在では経済学科、経営学科、経営法学科という3つの学科からなる社会科学の総合学部となっています。この後各学科についての詳しい説明がありますので、私からは経済学部全体の特徴として履修コース制とセミナール教育の2つについてお話ししていきます。まず新しい履修コース制についてご紹介します。経済学部中間種コースでは、2年次よりすべての学生が5つの履修コースのいずれかに所属します。本学部のコース制の特徴は、所属学科の分野を集中して学ぶコースと、所属学科以外の科目を学ぶことができる分野横断的なコースが用意されているところにあります。その中でも特に注目してほしいのは、令和4年度から社会データサイエンスコースを新設する予定になっていることです。富山大学ではデータサイエンス教育に力を入れており、令和2年度以降に入学したすべての学部学生に対して数理データサイエンス教育プログラムを必修科目として提供しています。2030年には AI 人材が12万人不足すると言われ、分離を問わず数理データサイエンス AI の基礎力を習得することが必要とされています。経済学部に新設する社会データサイエンスコースでは、データサイエンスの知識と能力を実践的に学ぶことを目的としており、まさに今日の社会的ニーズに合致した学びができるコースといえます。データサイエンスに興味を持たれた方は、ぜひこの社会データサイエンスコースで学んでみてください。次にゼミナールについてご紹介します。ゼミナールは教員の指導のもと、少人数の学生が特定のテーマについて研究し、報告・討論を行うものですが、こうした少人数教育は経済学部の大きな魅力の一つです。現在、入学から卒業まで切れ目のないゼミナール教育を実施しています。専門ゼミでは、経済学部に所属する50名余りの教員がそれぞれの専門分野のゼミを開講しており、自分の関心や問題意識に合ったゼミを選択し、学習を行うことができます。専門ゼミでは、専門書の輪読や討論はもとより、グループ研究や他大学のゼミとの研究発表会など、学生の主体的な学びを中心とした多彩なプログラムが提供されています。ぜひ、ゼミ活動を通じて充実した学生生活を送ってください。皆さんが幅広い専門知識と社会で役立つ実践的な能力を身につけ、社会に貢献できる人材として成長していけるようお手伝いをしていきたいと考えております。経済学について簡単に紹介します。経済学とは、日本を含む世界の出来事を経済の視点で理論的、実証的、歴史的に分析解釈し、問題を解決していく学問です。例えば所得格差の問題、少子高齢化の問題、環境問題と持続可能な発展、為替レートと貿易収支、さらに第四次産業革命など国内外で起きる経済社会問題の解決方法を探る分野でもあります。そのため公務員試験のみならず、ビジネスパーソンが取得を目指す公認会計士、中小企業診断士、証券アナリストなど重要な資格試験において必修科目となっています。また最近では、他の社会科学分野から経済学の研究方法を吸収しようとする動きが活発化するなど、経済学が果たす役割はさらに広がっています。このように経済学は社会科学の機関車として、
他の学問分野にも大きな影響を与えています。特に経済学は社会科学分野で唯一ノーベル賞が授与される学問であります。経済学科で学ぶ科目としては、基礎から応用までの理論系の科目、制度や歴史視点とする科目、経済データを統計学的に分析する科目、各国地域や特定の問題に焦点を当てた科目など、さまざまな切り口から経済学を勉強することができます。具体的に見ると、経済学の基礎理論としてミクロ経済学とマクロ経済学があります。これらの経済基礎理論科目に加えて、金融論、財政学、国際経済学、日本経済史、統計学、環境経済学、地域経済論などの応用分野を学ぶことができます。これ以外にも、日本産業論、中国経済論、アジア経済論などで、日本と近隣諸国、地域との経済関係について学ぶことができます。また、英語の経済学文献を読解する講義や、英語での講義も開講しています。以上のように、富山大学経済学科では、日本経済から世界経済までの幅広い視野を持つ経済学的思考力を習得でき、さらに国際的視野を持ちながら地域とのつながりも大切にする人材育成を目指すカリキュラムになっています。経営学というのは一体どのような学問なのかということについてまず最初に話します。経営学は企業の経営活動ということに力点を置いて研究をしている学問分野です。よく経済学と経営学はどこが違うのかというような質問がありますけれども、経営学は経済学と違ってあくまでも企業経営、企業の経営活動を具体的にかつ詳細に研究するというところが主な違いです。そして今新型コロナウイルスなどが非常に大きな問題となっていますが、経営学というのはさまざまな経済環境もしくは経営環境の変化によってどのように企業適用するのか、そのためにどのような経営戦略、そしてどのような組織を作り、そしてどのようなさまざまなマネジメントをしていくのかということが経営学の学問の特徴であります。富山大学の経営学科は主に4つのことが学習することができます。まず1つは経営戦略や経営組織やマネジメントといったいわゆる経営学分野ということが1つです。2つ目は企業の経営資源、具体的には人だとか物だとか金だとか情報ノウハウというものの中の金についてですね、主に学習する会計学というのが2つ目です。そして3番目が企業とマーケットの関係を学習する分野です。これは商学の分野というふうに言われています。そして最後の4番目としてみれば、企業の意思決定というものに対していかに効率的に進めていくかといういわゆる経営科学という分野です。以上の4つの分野を富山大学の経営学科では学習することができます。経営法学科では法律学と政治学について学びます。私たちの社会にはさまざまなルールがあります。その中でも最も重要なものが法律になります。法律の中にもさまざまなものがあります。憲法は国の在り方に関するルール、人権に関するルールを定めています。民法は取引や家族に関するルール、刑法は犯罪についてのルールを定めています。私たちは日頃これらのルールに気づかないまま生活をしていますが、トラブルが起きたときにこれらのルールの存在の重要性に気づきます。経営法学科では法律に関する知識を詳しく学ぶことで、トラブルが実際に起きたときにそのトラブルを妥当に解決するように必要な法的な思考力を養うことができます。また政治学を学ぶことで社会の仕組みを学び、新たな政策や法律を学ぶための思考力を養うことができます。経営法学科では法律政治に関する知識による法的な思考力をベースに、卒業生が社会人として地域貢献すること、
そしてビジネスパーソンとして活躍することを目指しています。法律には大きく分けて国と個人の間のルールと個人と個人の間のルールがあります。国と個人の間のルール、それは憲法や刑法です。個人と個人の間のルール、それは民法や商法、会社法です。刑法学科ではこれらの法律を過不足なく学ぶことができます。刑法学科の学生には公務員に就く比率が最も高いという特徴があります。そのため経営法学科では公務員試験に関する科目を開講しています。先ほど述べました憲法、民法、刑法、それに加えて行政法、商法、労働法、政治学、これらの科目はいずれも多くの地方公共団体で試験科目となっています。私どもの経営法学科ではこれらすべての科目を学ぶことができます。また法律に通じたビジネスパーソンを育成するために金融取引法や国際取引法などのように実践的な科目も用意しております。富山大学経済学部の入試説明を行います。説明するのは富山大学経済学部経営学科、横山と申します。よろしくお願いします。令和4年度入試の日程は次のようになっています。総合型選抜が10月20日の水曜日、特別選抜が11月24日水曜日、年が変わりまして、前期日程入試が2月の25日、後期日程が3月の12日に行われます。これらは併願することができます。では令和4年度の募集人員について説明します。令和4年度の募集人につきましては、中間種コース、夜間種コース、学科が経済学科、経営学科、経営法学科とありますけれども、それぞれの、募集人員枠がこの表のようになっています。では一般選抜の、入試志願倍率について、説明します。こちらの表は一般選抜、中間種、前期日程、後期日程を合わせた入試志願倍率を、示しています。この入試志願倍率っていうのは、志願者割ることの定員で表されています。富山大学経済学部、中間種、前期日程、後期日程におきましてはこちらの経済学科、経営学科、経営法学科、3学科ありますが、こちら第1志望、第2志望、第3志望を出願時に、記入することになっています。この志願者という意味は、第1志望にした、学科割ることの、そこの学科の定員ということで、平成29年度入試から令和3年度入試志願倍率が計算されています。特別選抜の、志願倍率について、説明します。こちらの表は令和3年度の推薦 A、 推薦 B、 社会人の枠の特別選抜志願倍率を表しています。先ほどお話ししました通りにこれらは、全て第一志望志願者割ることのその学科の定員で、それぞれの学科の、志願倍率が、計算されています。一般選抜令和4年度の受験教科科目ですね、前期日程におきましては、大学入学共通テストを、国語、算数、理科、社会、外国語ですね、こちらをと共通テストで受験してもらいます。後期日程は3教科3項目、教科科目が減ります。個別学力試験が前期日程につきましては、中間種コースは英語または数学の、どちらかから1ですね。後期日程におきましては中間種コース、夜間種コースともに英語を含む小論文が出題されます。学校推薦型選抜には A 推薦と B 推薦があります。 A 推薦は普通科高校向けですね。
B 推薦は職業科高校向けの推薦枠になっています。募集定員は A 推薦が34、 B 推薦が32、入試につきましては、英語を含む小論文と面接があります。B 推薦につきましては、英語簿記情報処理などの、資格で調査書の、学習成績が 4.0 以上が必要です。夜間書コース限定で社会人、選抜枠というものもあります。社会人と書かれていますけれども、高校卒業見込みでも受験資格があります。入試は英語を含まない小論文と面接が行われます。最後に旧 AO 入試と言われていました総合型選抜ですね、こちらにつきまして説明します。第一次選抜が自己推薦書調査書の書類審査です。これと小論文面接ですね、これが行われまして総合的に評価します。でこちらで、第一次選抜の合格者を、出しまして、その、第一次選抜の合格者に対して最終選抜を行います。最終選抜は共通テストですねを課しまして、合計点600点満点の半分の 50% 以上取ったものを、最終合格者とします。この、共通テストの内容なんですけれども、こちらに書きました通り3教科4科目ですね、国語と数学が必須で、英語も必須ですね。で、こちらですね、数学 2B 簿記会計情報関係基礎から1というふうなことで、3教科4科目、を受験してもらうというふうに。なお詳細はウェブサイトの入試情報や入学者選抜要項などで、公表されますので、そちらを、ご確認ください。以上です。